じゃん。どうも、ひかりまんです。今回も Uber Eats 観察キットということで、 Uber Eats で1万円稼ぐのはもう簡単になってきているので、このタイトルはちょっとおかしいです、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 おかしいです。ということで、6日目土曜日、タイム4時間50分。インセンティブ入れて、これはまあまあ遅い、件数は15件8400円。ここに、インセンティブ1800円がプラスされて12,31円。なるほど。だってもう今日はね、ツイッターではもう1時に12件クリアしてる人がいて、早っって思いました。じゃあ見てみよう、中身を。はい、今日は9時50分ぐらいにスタートしまして、まあ9時ね、1件、10時、2件、ここはちょっとあの後で話します。11時台1,2,3,4件、1222円。何これ。なるほど、これもすごいんですよ。これが12時3件、13時3件、これはダブル、900円のはダブルで、14時1件、15時1件と、いう感じですね。はい、ちょっと遅いね、テンポが悪かった今日は。でも土曜日って結構いつもなりが悪いイメージがあるので、まあ平日よりは早い、まあ陰性のおかげもあって、まあ良しとしましょう。あのルートの行った、俺のルートの行ったとこのやつ、今日は、46キロ、いつも通り、1時間10キロペースですね。見ていきましょう。まずね、自宅待機していて、明大前が鳴りまして、明大前マックが鳴りまして、それ届けて、届けって叫んで、届けた後に、明大前のマック運んでる時に笹塚のウェンディーズが鳴りまして、10分後に到着しまして、まあ、できてるかなーっていう感じで、いつもまあ5分10分ぐらい待つんですけど、10分遅れで行ってるんで、まあ、できてればいいかなーっていう感じで行ったら、まあできてなくて、私は5分ぐらいお待ちくださいってこう言われて、はーいっつって待ってて、見た感じね、レジに1人、厨房に1人しかいなくて、まあ僕が、お店に入るとそのお店どんどん混み出すんですよ。まあその能力のせいで、どんどん行列になってきまして、でまあ2人しかいないんで、まあテンパり出して、で10分ぐらい経ってやっと店員さん1人追加されまして、ってことは注文が入ってから20分経ってやっとその注文を、注文された商品を作り出したんですよ。いやーと思って、でそこからまあ5分ぐらいまた待ちまして、で計15分経ってやっと、まあ、商品出来上がりまして、さすがに言ったよね、お待たせしました、もう何もなくこう渡されたんで、で最初5分って言われて15分待ったんで、あの正確な時間を今度から教えてもらってもいいですか。でも15分とか待っちゃうと他の配達ももうできちゃうレベルなんでっていうのは伝えて、待たせるのは申し訳ないっていうので早めの時間を言ってしまうっていうのはありがちなんですけど、ただ Uber に関してはもう歩合制なんで、15分待たされたらシンプルに時給が500円減るんですよ。だからちゃんとした正確な時間を伝えてもらって、15分なら15分言ってもらえればもうキャンセルし、じゃあ僕はキャンセルしちゃうので他の配達員15分までにまあ来られますのでよろしくお願いしますって言ってこうキャンセルして次の配達行けるんですよ。だからやっぱりね、嘘はいけない。で、はい、ここら辺に配達して、幡ヶ谷マックに行きまして、はい、配達しまして、で、こうやってやって、はい、こうやって、そうね、今日も結構コンパクトですね。で、まあ、バーってやって、ここね、ここ。まあ、そのピンの位置に行っても、そのお店が見当たらなくて、カサネヤっていうお店がそこにはあって、いや名前違うしなと思ってこうよく見たら Uber ステッカーが貼ってあったんですよ。いや店舗は同じだけど2つお店やってるっていうのをまあよくあるんで、
いやそのパターンかなと思ってこうしたらそのパターンでした。ここはちょっと分かりにくい、お気をつけください。でこっから市ヶ谷からなんと新宿のラトゥールまで配達しまして、3、4キロくらいかな。ラトゥールチャンス、今回はどのぐらいブレてくれるのかと、見ていましたところ、なんと法南町までブレまして、ブースト 1.1 で1220円いただきました。まあさすがにこれはちょっと運営サポートに報告しようかと思いましたね。してないですけど、まあ、しても過払い金に関しては修正はされないので、だからまあ言ってもしょうがないと思って、まあチップということでねいただきました。その後ノンブエリアに飛ばされまして、中野、新中野の銀だこが鳴ったんですけど、まあノンブだったんでキャンセルしました。これは運営が悪いよね。 1.1 だったら言ってましたから、やっぱ土日ぐらいは終日 1.1 ブーストつけとかないと、あとお店がかわいそうですね、まあ、行けよって思うけど行かないよ、ノンブーだし、うん、1.1 とノンブーってこの差結構でかいんですよ。このキャンセルが原因なのかわからないですけど、ここから15分ぐらい昼ピークに押されまして、でうわやべえなと思ったところに新宿のケンタッキーダブルなりまして、それがね意外に中心に、ドロップしてくれて原宿までね潜り込むことができましたね。でももうこの時点でブースト 1.3 の時間が、まあ、あと10分っていうところだったんで、まああと1件なってくれればいいかなっていう感じだったんですけど、まあ運よく、なってくれました。近くのレアレアドロップ先について商品をちょっとこう見て、一応ね確認見てみたら、まあ漏れてる片方だけね、同じ商品で片方だけ漏れてるから、でホットとアイス多分一緒の、触った感じ、あ冷てえな、あったけえな、2つ入ってるやつを渡されたんで、でもどっちかが漏れる、どっちかが漏れない、ホットかアイス、レアレアのお店ちょっと注意してみてください。がっつりじゃなくて、その蓋がね全くラップはしてない感じだったんで、ラップしてないけどまあがっちりした蓋ではあったんですけど、ホットかアイスかどっちかから、まあ、ちょっと垂れてるぐらいの感じっていう感じですかね。で最後幡ヶ谷の仮日を食べに行こうと思ったんですけど、3時で閉まっちゃって、3時2分に仮日をの店の前に着いたんですけど、3時で閉まっちゃって、ちょうど行った時に最後のお客さんが出てきてガラッてこうやられたんで惜しかったんですけどね。仮日をねめっちゃうまいんですよ。店ではまだ食べたことなくて今日食べたかったんですけど、 Uber で2回ぐらい頼んで、基本でやっぱデリバリーって味落ちるじゃないですか。それでも今まで俺が食べてきたカレーの中で1位でした。めちゃくちゃうまかった、全部のせカレー食べたかったんですけど惜しかったですね。でまあオフラインにしてそこに行って、であと200円ぐらいだったんで、そこでオンラインにしたらすぐに幡ヶ谷のマクドナルドになってくれて、それ配達して、終了と、はい、という感じでしたね。週投資印紙欲しいんですけど、僕も週末印紙じゃなくて週投資印紙が欲しいんですけど、まあカレー食べられなかったんで、でカレー欲がちょっともう限界に来てたんで、で、うん、明日食べようと思ったんですけど、明日はカレー欲ないかもしれないんで、今しかないんで、今も大事だっていうことで、自宅から一番近い、ウーバー仮面店のパラベッシュに初めて行きまして、ウーバーでも何回か頼んだことあるんですけど、まあっていうのも他の社員頻度とか、まあ、他の近くのインドカレー屋さんより値段が安いんですよね。2、300円ぐらい。何の値段とか、チーズ何の値段とか、ガーリック何の値段とか、2、300円ぐらい安いんですよ。だから結構頼んでて、で、ちょっと、まあ、うめえなと思って気になってたんで、で、カレー欲もあって、まあ、じゃあせっかくだから行くかと思って、行きました。うまかった。インドカレー屋つってもネパール人がほぼ9割以上ネパール人がやってるんですよ。やっぱネパール人はね人懐っこいね、すごい喋りかけてきてくれる。昔やってた、まあ、セブンイレブンの
夜勤のバイト、僕以外みんなネパール人でしたからね。めっちゃ喋ってくる。休憩中もめっちゃ喋ってくる。で、仕事終わって駅まで行って、駅の改札の前でずっと喋ってくるからね。喋ってくるじゃない、喋ってきてくれる。すごいなんか仕事が好きな感じがね、仕事の話をすごいしてくるんですよ。あれこうした方がいい、あれああした方がいいっていう。だから本当にね、ネパール人はね、本当に労働力っていうか労働スキルがねすごく高いと思う。本当にね、ネパール人は最高。今回の配達が良ければグッドボタン、商品が冷めていたり破損していたらバッドボタン。 YouTube もやっているのでチャンネル登録よろしくお願いします。やっぱネパール人だよね、ネパール人。